バカにされてもレッドオスマブレッツェラーブルーラウス3人揃ってナナジェイロー。はい、今日はピンクがちょっといないんですけど、はい、ということはいないということはドッキリですか。まさかのドッキリ企画ではありません、うん、ちょっと今違う打ち合わせのためにピンクがちょっと今出動してるんですけど、まあ初の男3人画角じゃないですか。そうだね、3人企画か。めっちゃ苦しい。はい、でね、まあ男3人揃ったんで、うん、ちょっと俺あの話したいなと思って。何でしょう。まあ、やっぱ男3人揃ったら女性の話したくなるじゃないですか、うん、やっぱもち子がいるとできないわけじゃないけどね、うん、ちょっとやっぱ気遣ってしまう部分がある、うんうん、まあ、今日はね、まあ、ノンタイトル、まあ、シーズン1の女性陣覚えてますか。うん、もちろん、うん、まあ、それで、まあ、そこで個人のね、ちょっと誰がいいかっていうのをじゃランキングつけていきたいと思います。悪いよ。企画が悪いね。ほんと松田君っぽい。いやー、いや恨みしか買わないもんね、これ。待って、ランキングってやつ付き合うならってこと。まあ付き合うならにしましょうか、じゃあ、うん、悪い。え、待って、俺人にさ、順位作れるほどそんな人間さ、できてないからさ。いや、普段なんだ、一番それ話してるくせに。いや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 、まだ話しない。次回は、まあ、シーズン2の女性メンバーっていうこと。今回シーズン1、1だけなの。1だけなの。はい、え、悪いって、これだって傷つくじゃん、人が。いやでもさ、好みですから。待って、でもトップ3とかにしない。5人いるよね、確かね。トップ3にして、だってさ、最後4、5みたいなのってすごく、うん、嫌じゃない。あ、違う、4人か。トップ3でしょ。女性4人だわ。で、トップ3だったら、あんまり1人、あんまり1だわ。ダメだ、ダメだ。いや、言わないよ、じゃあトップ。1人だけとかダメ。1人だけはつまんない。え、つまんなくない。ね、わぁ、マジでやばい、これ。付き合うとしたらよくない、ほんとに。一人だけで付き合うとしたら誰ですか。あるじゃない、4人分かけるものが。いやぁ。1位から4位まで、最後。え、これ、ちょっと待って、僕。え、マジで嫌なんだけど、これ。いや、いい人ぶるとかじゃなくてさ。いや、いい人ぶってます。いや、いい人ぶってます。いや、ほんと、人にランキングつけるの結構ゲスな。普段はしないからね。大体俺も嫌いランキング。好みですから、これに関しては。え、って悪いよ、みんな仲いいんだよな。いや、松葉くんも1位はもう分かってんの。覆るかもしれないよ、下克上が始まるかもしれない。分かってるよ。まあ、これは本当にあくまでエンタメですからね、皆さん。まあ、本当に分かってほしい。本当にね。まあ、よく学生時代やったじゃん、その教室の中でさ、1位から3位まで決めろとかさ、この集団順位つけるなら何人とか、うん、そういう感覚ですから。やったけどね、まあこの企画を持ってきた松葉大輝がクソっていうだけは覚えてくださいもう本当それ、それのみです。慣れてますね。待って、でも、いや、マジと今の、今の、今の、いや、どうだろう、 iPhone の機能が言われてるかな。今、どうでもいいって言いました、この方。はい。これだってさ、これ、大丈夫？動画できる？できんじゃない？いや、多分無理だと思うな。じゃあ、せーの。せーのじゃなくて、開きます。発表じゃない？発表で。まあ、じゃあ、これからいくね、まず安定の。うん、一気にバッてやるの？バッてやろう。いけます。これは、まあ、こうなりますね。はい。1位、お嬢。2位、ラベちゃん。一緒ね。3位、ニコちゃん。4位、サータン。ラベちゃん2人いるってだから。え？お前、もう、やばいやばい。おい、マジで、あーじゃないよ。やばいよ、それは。どういうの？え、俺、書いたと思った。っていうボケね。これでやばいでしょ。いや、違う。状況変わってないよ。僕はないけれど。はい。僕、4位、サータンです。え、なんで？え、違うでしょ。だってサータンとさ、ラブだってまた違う男と付き合ってた。そういうこと、その恨み恨みとかじゃなくて、純粋に、まあ、幸せになってほしいっていう思いを込めて、チャチャを入れれないんです。はい。だから4位だろ。いや、まあ、この中で選ぶとしたら。それ、ずるいよね、なんか。何？なんか。うん。今でも、実は好きとかじゃなかったんだ。いや、違う違う。いや、本当に乗ってた時は好きだったけど、まあ、ね、お付き合いしたんで、邪魔できないから。今は好きじゃない。友達で好きだよ、友達として。え、何それ。ニコちゃんも友達、めっちゃ友達だし、ニコちゃんお姉ちゃんみたいな。うん。なべちゃんは本当になんかもう男友達みたいな。おお、なんか安全圏な感じ。いやいやいや、これはいやいや、なんか何うわっ、だから打ちましたよ。僕はこんなです。はい。でも、もしお勝負したとかの方がもうちょっと俺は。あ、次、はい、じゃあラスで。いや、俺、はい、俺言います。じゃあ、じゃあ僕は、はい、1位木下さん、2位サータン、3位なべちゃん、4位にこちゃん、
です。理由は？理由は、まあその、マリアちゃんはシンプルに女性として魅力的。なんかこう、エロいというか、なんか、しかも、なんかこう、頭もいいし、なんかこう、女性として、なんか僕、ふっくらした人好きなんですよね。ふっくらとか言ってた。マジでふっくら枠の？いや、してない、してない、してない。いやいやいや、してない。無理だよ。いや、そうなんですよ。違う。焦ってる時なんかってめっちゃいいよね。いや、あのね。だからあれでしょ？その、なんか、いや、細すぎず、そう。でもスタイルはいいって感じ。そう。細すぎずスタイルが一緒好きだから、うん、スタイルも、もう、女性らしい。ドハマりしてる。はい。っていう感じです。で、2位サータン。もうこれはシンプルに可愛い。あ、顔？顔もルックスと。なるほどね。うん、で、3位はダベちゃん。ダベちゃんはなんかこう、性格が合いそう。なんか楽しそう。付き合って楽しそうみたいな。うん、で、4位がニコちゃん。ニコちゃんはまだこうミステリアスな部分があるから、うん、まあ、どんな人なんだろうっていうので、あんまりこう、順位というか、つけれなかったから、もう最後にしたっていう感じですかね、うん、僕は。はい。なるほどね。そんな感じです。じゃあ、いきますか。せやくん。え、なんで僕最後なの？本当だよ。え、なんか今日一今、ピリついた雰囲気だよね。今日の撮影で一番さ、空気はなんかピリピリしてない。そう。この企画。はい。1位、ナベちゃん。2位、マリアちゃん。3位、ニコちゃん。4位、サータン。の意外だったかな。確かに、確かに。どこが？俺、あの、セラのタイプは結構バカっぽい人がタイプ。ああ。天然とかバカっぽい人がめちゃくちゃタイプ。うん、要は支えてやろうみたいな人がタイプなのに、うん、サータンが4位に来てる理由がちょっとわかんない。ああ。俺が思うのは、サータンの伸ばし棒が「あ」になってるとか意外だった。そこどうでもよえ、サータンはこっちでしょ？あでしょ？え、サーチが伸ばし棒だよ、伸ばし棒。あ、やらかした。これはまずいぞ。まずいね。正式な表記を間違えてしまった。いい、大げさ。いいでしょ、だって車単位のさ、車もさ、車1個だったら嫌でしょ。まあまあ。どういうこと？どういう車3個の方がいいですか？いい、しかも、車単位の車1個だし。確かに。どうせ車とかありました。何言ってんの、マジで。まあじゃあ、その理由は？サータンが。うん、4位の理由が。サータンが4位は、困った時に泣いちゃう人が苦手なの、すごく。そう。だから、感動とか、感動、喜びとか、そういうので泣く人はいいんだけど、困った時に泣いちゃうと、何もなんか、会話もできないし、はって思っちゃうんだよね。え、なんで泣く？みたいな。なんか悪いとかじゃなくて、僕は泣いちゃう人が苦手なんだよね、そういう。なるほどね。だから、泣きそうにない、一番、どんな人を持ってきたの？一番に。いや、なべちゃんは、単純に、性格良さそうだし、確かに。僕、頑張る人、すごい好きなんだ。はいはいはい。なんか、知らないよ。確かに。だけどなんか、とにかく努力する人、可愛くなるためもそうだけど、うん、授業を立ち上げるとかもそうだけど、うん、頑張る人がめっちゃ好きなんだよ。確かに。なべちゃん結構ダンスとかで、TikTok とか出てくるの。うん、あ、めっちゃ頑張ってんだ、すごいよね。うん。あとは、マリアちゃんは女の子らしい。うん。でも一番女の子らしいだとニコちゃんだよ。そう。じゃあ、ニコちゃんに関しては、ほんとデータがない。あ、まあ、そうそう、途中から確か前回入ってきてたから、なんか全然わかんなくて、印象は、本当に申し訳ないんですけど、デモデの時に怒ってた印象と、あと、なべちゃんと喧嘩して怒ってる印象が強くて、うん、だからなんか、そういった意味ではいい印象は別にないんです、うん、はいはいはい、動画上ね。もちろん、ね、僕らも出演してるから、裏ではこういう風にいい人とかわかるけど、情報が単純に足りてない、うん、はいはいはい、なるほどね、感じでしたね。デモデで怒ってたっけ、動画上で。いや、わかんない。なんか、結構切れてる感じで、うん、あー、なるほど。唯一あれ、ブルーの目の前を通って帰ってたやつ。そうそうそう。はいはいはい。しょうがないんだよね、あれは、ね。いや、わかる。でもね、あれ僕が逆の立場だったら、僕らもやばい。多分発狂して生放送だから、もう何でも言ってたと思うの。気持ちめっちゃわかるから。確かにね、まずラオスの服を全部流してたからね。ん？の？ん？どういうこと？だからまず放送事故させるでしょ。まあ、そうだね、そうだね。まずね、ラオスの服を全部流すなっていう。はいはい。え、でもちょっと考えたもん、全裸になって。もし負けたら全裸になって放送事故にしてやろうかなぐらい。で、そんくらい、多分負けてたら、これね、負けすぎないです。だから、そう、ニコちゃんの気持ちわかる。全裸になって大声出したもん、ただの父がいや、これで。警察来る。警察来るやつや。でもさ、これ思ったんだけどさ、ナミちゃんとマリアちゃんってさ、カドリアの休日でさ、やっぱ、うん、僕らからするとさ、人間性よくわかる。まあ、確かに、ね。見えるじゃん。動画上でしかないけどね。で、ニコちゃんと触ったら見る機会があんまりないかなっていう。確かに確かに。っていう差じゃない？でもみんな綺麗に割れたね。割れてないんだよ。下が一緒なんだよ。え？サータンとニコ。サータン上じゃん。サータン俺も生きてる。ああ、じゃあ良かったわ。でも、お嬢強いね。いや、そうそうそう。強い強い。まあ、だから一番情報があるからじゃない？なるほどね。いや、でもなんかこれ見てるとなんか、
正直さ、マリアちゃんを1位にしてる時点でしょうもないなと思うね。なんで？で、なんか、ああ、結局、うん、結局か、みたいな感じで思って。僕別にそういうわけじゃないけど。でも多分これ逆に、じゃあ次友達付き合いとかとまた変わってくるわけ。変わってくる。あ、でも友達付き合いだったらマリアちゃんが1位だな。ほら、俺だって多分、ナベちゃんが1位だもん。俺もナベちゃん、ナベちゃんやな。とか、一緒に仕事とかになったらまた変わってくるし。変わってくるね。一緒に仕事だったら誰？キムシさんでしょ。あ、もうニコちゃん、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 ほら、うん、そうだ、ほら、変わってくんだよ、確かに。お姉ちゃんにするな、するならとか。ニコちゃんじゃない？え、サータンじゃない？サータンが一番なんか思いやりありそうじゃん。あー、まあ確かに。人情がありそう。確かに確かに。だからやっぱ変わってくるんよ。彼女ってやってるんだから、思ってるけど。いや、これ悪いと思うのが、振られてからって4位になってるの、マジ悪いよ。それは、やばいと思うよ。振られてからじゃなくて、付き合ってるから手は出せないでしょって話。いや、でもさ、一部の男だったらさ、別に結婚してるわけじゃないんだからさ、1位に起きなよ。え、じゃあそのやっぱ、これは彼氏とも仲いいから、あー、さっきやったらね、幸せになってください。そっかそっか、ここで1位だとね、うん、まだ狙ってんのか。そう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 。まぁ、こんな感じでね、これがまぁ今回シーズン1メンバーということで、次回はシーズン2メンバーの方へ行きたいと思いますので。企画マジでやりたくない。そう。本当にやりたくない。誰も得しないし、みんな素敵な女性じゃん。全然そうだよね。はい。そう。だから本当に順位はつきたくないんだけど、本当企画がクソってじゃないですか。やられてそう。中高生の。クソ企画です。中高生のやりそうなことは。どうせこれ爆伸びしたら。いやいや伸びるな、マジで伸びるな。叩かれるだけだ。本当に嫌だ。シーズン2やっちゃうと結構やばいよね。それこそ。考えすぎなんじゃない本当に。俺はもう、遊び感覚って言ってるからさ。いやだから遊び感覚であっても相手受け取り側がさ気分悪かったらさ、なんかこの動画になってからすごい怯えてるね。さんざんさっきまでもう関係なく矛を振り回してなんかこれダメなんだよな。え、じゃあもとりますかこれは。いや、いやでも僕はもう乗っかったんで、はい、企画に乗っかったんで同罪です。じゃあ手術やりますか。やりましょうか。まあそうだね、バツバク一人が悪いってなるのはダサいから、僕ら同じね、船に乗ってやります。はい、はい、じゃあ皆さん、じゃあ次回シーズン2でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。チームブルーのリーダー、瀬名。その性格は遠慮なく相手に物言うこと。相手は男女関係なく、その要求の高さにコメント欄セナハラという言葉が生まれること、チームブルーの行為でお持ち言葉や持月里奈が平等に接することができる心優しき女性、そして追加メンバーとしてチームブルーに加入したラオス、大好きなキャバクラで女の誘惑に惑わされる。シーズン1からのリベンジ、ポンコツイケメンこと松葉大輝。シーズン1以上の松葉節を披露。そんな松葉の姿が忘れられないと、クビになった後もコメント欄はまさかの松葉一色。